皆様は普通列車のボックス席と聞いたら、何を思い浮かべますか？あくまで座れたらいい程度のものじゃな。こういう感じのものでしょうか？まあ普通はそういう座席を思い浮かべますよね。しかし、伊豆急行線は一味違います。今回は快適なボックスシートに乗りますよ。今回は行程の都合上、伊豆満喫フリー切符という、伊豆急が1日乗り放題になる切符を使います。お値段1900円。1日間有効です。お買い得じゃのう。ですが伊東駅でしか買えないので、気軽には買えません。だからこんな風に次の電車が来るまで時間潰しをしてるってわけなんですね。そうです。Wi-Fi もありますからね。さて、そろそろ電車が来るみたいですね。次に乗るのは9時26分のやつか。はい、発車表の1段目に表示されている列車です。とか言ってたら電車が来ました。水色の電車ですね。伊豆急8000系という車両です。元は東急8000系だったのですが、伊豆急行に譲渡、改造されて伊豆急8000系になりました。どこかで見たことあるの？8500系でしょうか？あれとは微妙に仕様が異なります。わかりやすいところで言えば行き先表示器。ま、ですが大差はありません。とりあえず、乗ってきましょうか。車内、お忘れ物。ドアが閉まります。次は、南へと停車します。さて、これが伊豆急8000系のボックスシートです。おぉ。なんかどっしりと構えてますね。伊豆急行線の普通列車にはこんなボックスシートがあるんですよ。こんな特急みたいな座席をボックスシートにしちゃって。あ、実は元特急の座席です。え、マジ？少し前に西武の特急、ニューレッドアローについてご紹介しましたよね。そういえばしてたの。あの車両、過去に座席交換してるんですよね。ニューレッドアローを追い出された座席が8000系伊豆急線速の際に取り付けられたわけです。なるほど。ただし、その際にテーブルやリクライニング機能を失ってしまいました。今はタイプがあってリクライニングできなくなっとる。いろいろなくなっちゃっても、座席は復活かそうですね。普通列車の座席になっても座り心地は極上です。ボックスシートの特急列車なんてないけど、特急座席の普通列車があるのはすごいの。元特急の座席はどうなんでしょう？そりゃあこんな座席が快適じゃないわけないですよ。じゃろうな。ちょっと贅沢言うなら、ここ、枕部分に何も詰まってなくて少し違和感あります。どうせあるなら何か欲しいもんじゃけどな。デザインの一環として存在するのかもしれませんけどね。それはありそうですね。元特急列車の座席を有用しているだけあり、肘掛けもちゃんとついております。ほう、そうなのか、枕がぺったんこでも嬉しいものじゃの。さて、ボックスシートがある一方で、さっきからチラチラ映っていたと思いますが、山側はロングシートになっております。こっちは特に何の変哲もなさそうなロングシートじゃのう。こちらはモケット自体は変わってないのでしょうか。最近の座席と違いますね。バケットシートの構造になっていませんからね。気になる座席のふかふかさはどうなんじゃ。これはこれでありです。古き良きって感じ。ですが、座席はやはりちょっとへたり気味ですね。快適かどうかっていうのは別問題です。なんでこっちだけロングシートを残しとるんじゃ？伊豆急2100系と同じ理由で、意味が見やすいようにするためだと思います。ですがこれだとボックスシートに座ってる人と目が合っちゃいそうです。へえ、それなんですよ。7の1系ボックスシート編成や E127 系のような気まずさはちょっとあります。また、窓も特段大きくはないし窓割りも少々違和感があります。でもちゃんと海は見えるじゃろ。あ、それはちゃんと見れますよ。この伊豆急発電系、一番在籍数が多く、伊豆急行線内でもグレードが最も低いことから、ハズレと呼ばれることも。それでも首都圏のよりはいい雰囲気ですよ。列車内には車内表示器も搭載。伊豆急発電系数も全速で付けられました。よくある3色 LED じゃないけど、ちゃんと搭載してるんじゃな。蛍光表示管なのが青っぽい文字になってる要因だと思われます。ちゃんとリクライニングの名残は残ってます。前述した通り、今はただの飾りです。今はタイプがリクライニングを妨げてましたね。取り外すのも手間じゃし、このままにしておいても問題はないもんな。逆に外すだけの処理だと怪我しちゃいそうですね。もちろん転属してきた座席すべてにこの名残は存在します。
網棚はちゃんと網っぽい感じになっています。首都圏の車両では見かけなくなった網棚じゃのう。平成に入ったら一気に消滅していった文化ですよね。令和になっても復活することはなさそうですね。昭和の文化じゃのう。つり革は丸型。なんか一部だけやけに長いつり革がありますね。揺れててやけに主張の激しいつり革ですね。これはやっぱり身長の問題に対応させるためだと思われます。確かに夜メロンって身長170cm ないか。ジャチーですがミニテーブルもあります。小ささは否めないですけど、あるのはやっぱり嬉しいですね。例えばこんな風に飲み物を置いて車窓を眺める特急列車的なくつろぎ方ができます。ええのええの。車内には扇風機。これも元からついていたやつでしょうね。冬だからなのか、動いてないの。ここにある冷房設備と合わせて使用されることも多いみたいですね。伊豆高原に到着。ここで大半の8000系が連結、切り離しを行います。さっきまで乗った列車も例外ではありません。おお、海が見えますね。そろそろ伊豆急行線で最も美しい車窓のゾーンに入りますよ。伊豆急沿線、特に片瀬平田から伊豆稲取間では海防がよく晴れていると伊豆諸島がめっちゃ見えるよ。そろそろそのゾーンに入りますね。では静かに車窓を眺める時間としましょう。豊島のサップする右手、ひらがくぐれのような島は新島です。でその他本日はあいにくご覧いただけませんが、会場がよく晴れておりますと大津島や遠くには三宅島など伊豆諸島の島々がご覧いただけます。眩しいと感じたらブラインドもありますが使うのちょっともったいないですね。たまに乗るならやっぱり車窓を満喫したいものじゃのう。次は伊豆急下田、伊豆急下田終点です。ボックスシート快適でしたね。というわけで終点の伊豆急下田に到着。はい、本日は伊豆急8000系に乗ったという動画でした。変わった座席でしたね。ほんでよく考えられた座席配置じゃったのう。黒船列車や金目鯛列車もいいですが、たまには伊豆急8000系も面白いので、それを満喫するのもまた一つの楽しみ方と言ってもいいでしょう。では、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録してもらえると嬉しいぞ。